竹島水族館竹島水族館は、愛知県蒲郡市竹島町にある、蒲郡市立の水族館である。正式名称は、蒲郡市竹島水族館。愛称は、竹水。指定管理者制度により2009年4月より、蒲郡市都市施設管理協会が、現在は、一般社団法人竹島社中が管理、運営を行っている。 入り口建物は1962年建築と古く、日本で4番目に小さな水族館である。三河湾、遠州灘の生物を中心に、熱帯地方の淡水を、深海の生物など、500種、4500点が飼育されている。カリフォルニアアシカによるアシカショーが行われている。2013年2月16日、大ソクム虫の卵を孵化させることに、 日本で初めて成功した。入管者は1991年度に最高記録29万人を達成して以降は減少を続け2005年度は12万人まで落ち込み廃館も検討された。日本の水族館で1、2位を争う建物の古さのため館内アンケートに来たけど外観を見て不安になったという意見が書かれることもあった。飼育から 規模の小ささを逆手に取ったアットホームの運営に路線変更したことで入館者が増加した。経営戦略の変更のきっかけは2011年に行われたリニューアルであり、水族館プロデューサーの中村元の提案を受け、新設されたタッチプールに高足ガニを導入したほか、職員の発案でカピバラの飼育を開始するなどした。その結果、 2015年度には入館者数が初めて30万人の大台を突破した。2018年度は竹水市場最高の47万5000人を達成した。名称の竹島は三河湾の竹島に由来している。なお、竹島水族館は竹島にあるのではない。ありがとうございます。